じゃじゃん、一台三役、一台三役です。これアイオデータさんからお借りしたんですけども、何から紹介しようかなと。はい、こちら一台三役でございますけどもね、ほんとどれから紹介しようか迷っておりますけども、一番びっくりするのは後に撮っとこうかね。旅行だとか出張だとかでね、日本の地方の方だとか海外だとか行かれる方多いと思うんですけども、気になるのがインターネットの接続なんですよね。ホテルなんかで無線 LAN がね提供されていても、こうホテルの宿泊客全員が一個の回線を使ってたりしてね、まあなかなか繋がりにくいということがあるわけですけども、そんな時でもね、有線のインターネットの方は割と早かったりするわけですよ。そういったことが多いです。で、有線 LAN ポートがございます。ホテルなんかでね、 Wi-Fi 繋がりにくいなと思った時はね、有線が提供されてればこれをピッと Wi-Fi ルーターになるんです。Wi-Fi ルーターになるんです。まあパソコン1台しかお持ちでない時はね、パソコンにピッとはめればいいんですけど、パソコンだけじゃなくて最近ね、スマホであるとかタブレットであるとかで、やっぱりスマホで通信することも多いわけですよ。何もパソコンじゃなくてね、そういった時はやっぱりこれピッとやっちゃう。これが無線ピャー、無線ピャーですよ。でもまあ有線のインターネットをね、無線のアクセスポイントに変えてくれるって、そういうものはいっぱいありまして、これより小型のものもたくさんありますよね。なぜこの大きさかというと、ここに USB ポートがあります。USB ポートに USB ケーブルをガチャンコと。何ができるかというと、スマホなんかにピッとやると、充電できてしまう。充電できてしまう。ピーッと電源をオンしますと、見てください。じわじわと充電されております。バッテリーとしての容量は 2600mAh です。そして最後、とっておきの機能でございますけども、先ほどの USB 端子、ここの USB 端子に USB メモリーを挿すことができるだけじゃない、ここに SD カードスロットがございます。 SD カードをこれバチョンと、はい、入れました。入れますと何になるかというと、ここ裏にですね、SSID とかね、パスワードとかあるんですよ。これを、それはあなたお手持ちのスマホに入力してごらん遊ばせ。接続しましたらば、専用アプリで SD カードの中身がワイヤレスで見ることができるんですね。じゃ、例えばこちらはですね、MP3 の音楽をね、再生します。MP3 を聴きながらですよ、こっちではデジカメ写真を閲覧することができるわけですよ。ここから無線で飛んでるんです。無線で飛んでて、今2台の端末につながってるわけですね。別々のデータを読み込むことができてると。もちろん皆さんお好きな動画も見ることができます。でね、データを見るだけじゃなくて、選択したデータをローカルにダウンロードすることができてしまうんですね。はい、今じわじわとダウンロードしております。あ、結構早いですね。ね、最近は Wi-Fi 搭載の SD カードなんてのもありましてね、スマホとの連携がよくできてたりするんですけどもね、あなた考えてみてくださいよ。お手持ちの SD カード全部 Wi-Fi 搭載されてますか？そんなわけないでしょ。だったらね、これがあれば Wi-Fi ついての SD カードでもスマホにピュッと読み込んで、Facebook にピュッと投稿できるわけですよ。現行のアプリのバージョンだと Facebook のボタンしかないんですけども、ここに E メールっつうのがありまして、 E メールで送ることもできるし、保存ってボタンを押すと、これ iPhone だとカメラロールに保存されます。なんなら逆にスマホのカメラロールからもう SD カードにアップロードしちゃうことができちゃうの。ここに入ってる写真をここへアップロードできちゃう。そこが単純に Wi-Fi SD カードリーダーだけじゃなく、ライターでもあるゆえんですよ。で、私お見せしたように複数の端末で接続ができます。ということはですね、デジカメで撮った写真、ここに SD カード突っ込めば、複数の端末で、複数人で、データ確認できるわけ。すごいでしょ？すごいでしょ？これ。IO データの WFS SR01 でございました。相性はポケドラ。